本日は大会の概要について皆様にご説明させていただくとともに、発起人であります本田圭佑より大会への思いやこの先の展望などをお話しさせていただきます。今までにないですね、新しいルールのサッカーを本田圭佑とともに考案をしました。本田圭佑から 4v4 立ち上げに至った経緯、大会への思い、今後の展望などについてご説明申し上げます。よろしくお願いします。そうですね、立ち上げた理由はですね、小4の世代を自身のスクールで見ることもそれなりにあってですね、その経験から、彼らが全国大会というものがないということを知り、 U12 の大会でみんな確かに全員プレーできちゃうんですけど、考えてもみれば小学生の世代って1学年違えば結構な差になって、体の体格の差になって、ある種 U12 の大会というのはもう 5、6 年生の大会なんだということですよね。事実上なかなか小3、4が割り込んで活躍できるような、大会ではないということを思ってですね、今回この大会を、全部大会そしたら作ってみようじゃないかというふうに至ったんですよね。で、いざどんな全国大会を作ろうかというふうに考えてみるとですね、今まで抱えていた、サッカー界への疑問、不満、日本社会に対する疑問や不満、なんかそういうものをこの子どものサッカーの大会を通じて、なんか少しでもこういい方向に変えるような大会にしたいなというふうに、やっぱただ作るんでは意味がないなというふうに思って、今現状こういういわゆる競技的にも新しいルール、そして大会としても新しい仕組みになっています。いくつかやっぱ注目してほしいポイントはあるんですけど、今日ここで、注目していただきたいのが、通常の全国大会だと都道府県から1チーム出るっていうのが多分ほとんどのパターンだと思います。ただ今回僕たちがやろうとしている大会はですね、その実力で一発勝負で、全国大会に出れるのは年に16回あるゴールド大会と呼ばれるもので、優勝すれば無条件に全国大会に出場できます。これは普通ですよね。でもこれだけだとですね、僕自身も U12 で、その予選を戦った、人間の一人なんですけど、あっさり敗戦してしまった記憶があります。それでもう僕のその U12 の大会は終わりました。なんてチャンスが少ない大会なんだと。で、失敗しても、もし負けたとしても次勝てばいいじゃないかと、そういう子たちを一人でも増やすような、大会にしたいなと思い、全国大会48チーム出場できるんですけど、
ゴールド大会から16チーム優勝チームですね。でも残りの32チームはポイントで高い順の32チームにしてるんですね。これは要するにどういうことかというと、予選の大会に参加してより上位に行けば行くほどポイントがもらえるような仕組みになっているので、何でもチャレンジできるんです。だからそういう負けず嫌いで諦めの悪い子たちでも、もしかしたらまだ体が成長していなくて、早熟系の子たちにまだ今の年代では多分 3,4 年生というとそこが顕著に差が出て、ものすごく成長が遅れている子たちがなかなか結果が出せなくても、でも何でもチャレンジすることでポイントを積み重ねていって、もしかしたらゴールド大会で優勝することはできないけど、ポイントを蓄積して全国大会に出れる可能性が、あるとい こう二重で全国大会の切符が得られる仕組みにしています。もちろんお金がかかることなので、全ての子たちにというのは実現しないことかとも思うんですけど、でも一人でも多くの、まあ、いわゆるそういう諦めの悪い、しかもですね、僕らの仕組みは都道府県からまたいで大会に参加することもできたりもします。より、まあ、時代に合ってると言いますか、親も熱心なサポーティブな家庭も日々増えているふうに見受けられるので、まあ、そういう、まあ、送り迎えは大変でしょうけど、でもそういうことを積極的にやる親も増えている中で、そういう大会への参加の仕方も、まあ、あり得ると。でそこに連なってオーガナイザーという存在がいて、ランダムに、全国で予選が期間の範囲内で、無制限に、開催されていくと。まだ今日から始まる大会ですけども、実は90ほどの大会がもうすでに、ウェブ上で立ち上がって登録できる状態になっています。まあ、話をこう今日僕が伝えたいことをまとめると、やっぱりチャレンジャーを、一生懸命頑張ってるチャレンジャーを後押しするような仕組み、ルールができればという思いで作った部分もすごく強くあります。だから日本の社会、サッカー界、問題点、こういうところはすっごいあるなと、ずっと感じて、ここまでやってきてですね、たかだかサッカー界、たかだか子どもの大会と思うかもしれないですが、たかだかサッカー界から僕みたいな変な人間が生まれたのも事実なわけで、この大会を通じて、サッカー選手の育成はもちろん、一人でも多くの、なんかその、まあ、ユニークなですね、まあ、将来日本を背負っていくような、人材も輩出できれば、そんなに嬉しいことはないなと、ホッキーとしてそんな嬉しいことはないなというふうに、思います。メディアの皆様からのご質問に本田圭佑よりお答えしてまいります。そうですね、手軽にプレーできるっていうのは大事な、要素だと考えてて、こういう人数、ルール、フットサルコートという場所でできるようになってますので、まあ、学校の一つの例えば体育みたいなところにそういうものを入れることができる、できればそれは一番いいなと思ってます。とはいえサッカーのルールであることは間違いないので、サッカーというのはやっぱ足でやる分だけ他のスポーツに比べても割とハードルが高い、スポーツになっていると思います。なので、まあ、遊びたしなむ程度に
そういう教育現場にまで落とし込めれば、嬉しいなと思います。まあ、まだそのビジョンを具体的に、考えて実行しているわけではないですけど、タイミングがあれば、トライしてみたいなというふうに思っています。一生懸命頑張ってるチャレンジャーにすごい冷たい。まあ社会だなというふうには正直思いますね。常にリスクから入り、失敗を許さない、まあ失敗した人に対しても新しいチャンスを与えない、なんでこうなってしまったかを話すと多分すごい時間がかかるんであれですけど、まあそういうものを変えたいと思っている人たちが何かしらがこういった形でスポーツの現場から教育の現場から、行動に移していくということもすごく大事なことだと思っているので、先ほどもお話ししましたけど、全国大会で負けてしまったら一発勝負でアウトになるわけですよね。でそれは確かにゴールド大会は通常の全国大会の要素を残しています。でも何でもチャレンジできる場も与えたいという気持ちがそのポイント制にも、組み込まれているので、まあなんかこうチャレンジャーに対して負けず嫌いな姿勢を持っている人に対して、少し僕らはこうチャンスを与えられるような仕組み、まあ、敗者復活戦じゃないですけど、まあ、そもそも敗者復活戦という言葉自体もあんまりなんか、いい響きではないんであんま使いたくない部分もありますけど、でも、まあ、そういうことですよね。失敗しても何度もチャレンジをさせてあげるルールというのは必要だと思って組み込みました。はい、感覚的なところがあるんで、なんていうんですかね、まあ、科学的なものでも何でもないんですけど、フットサルを、まあ、遊びでやることも多くて、これまで何試合もやってきているんですけど、ちょっと多いんですよね、人数が、スペースと、スペースがもう少しあった方がいいなっていうところと、あと子どもの場合はプレー時間を長くさせるという意味もあります。実際に U10 にも人数を減らして今8対8かな、やってますよね。ああいういわゆる子どもたちの、まあ、身体能力、を考えた時により一人一人のプレー時間を長くしようとすると、まあできるだけ人数を少なくした方がいいという結論にはなっているので、まあ、そういう要素は込めてはいます。わかりました、ありがとうございます。全国大会をなくしていくということ自体に基本的にまあ反対なので、子どもたちが高みを目指して勝利を目指すということは素晴らしいことだと思ってますし、多分問題視しているのは、前回ある報道番組でも出てたんですけど、柔道の話になり、まあ、勝たせるために減量させるという柔道特有の、まあ、いわゆる競技特性があると、小学生に減量させるのはいかがなものかと、なので全ての全国大会に当てはまるわけではないということは、伝えておきたいんですけど、少なくともサッカーというものは、無差別で、やります。小さい子もでかい子とやらないといけない。それというのは社会、大人の皆さんが僕たちが今戦っている社会とすごく似ている
と思っています。より不公平な世界がたくさん充満してたり、でも言い訳が許されず、なんとかその中でどうやったら勝てるかを考えて、要するにそこにたどり着いた時に自分で考えて、戦略を立てて勝利を目指せる、人間としてのスキルが、最も大事なわけで、サッカーを通じて自分たちが考えて勝利を目指すということは、いつかそこにつながるという、サッカー選手になれなくてもそこにつながるというふうに考えています。なので大人の行き過ぎた、もしかするとその勝つために戦術を変えるとか食事を変えるとか、なんかすごくこうやりすぎているところに関してはいろいろ思うところはありますけど、全国大会をなくすということ自体は、僕はまあ、真っ当から反対しますし、僕自身それを目指してここまでやってきていろいろ恩恵を受けているので、素晴らしい大会、必要は必要なことなんじゃないかなというふうに思っています。あまりにも大人が関与しすぎるということに対しては僕もよく思っていないので、それはスポーツに限らずですね、まあ、教育のあらゆる面で、まあ、子どもに怪我をさせたくない、失敗をさせたくないという可愛すぎるがゆえんの、トゥーマッチな、管理体制というのには僕もすごく否定的なので、親は、まあ、子どもたちの判断を、この4v4 においては、奪ってほしくないというところを思いに、指導者もなしにしています。とはいえいざ大会が始まると、監督のポジションからじゃなく観客のポジションからいろんなコーチングが出る不安もあり、そこに対する、ペナルティもですね、まあ、イエローカードみたいなものを、まあ、親に出させてもらう可能性もあるということも、一応大会の概要には記載させてもらう予定です。最悪親があまりにも関与することで、敗戦になるというリスクもあるというところまでルールに組み込んでいるので、できるだけ あくまでも応援、声援は OK ですと、コーチングはダメですという、ちょっとこうまだ僕らも明文化できないグレーなところで一応話はさせているんですけど、まあ、そういう思いがあります。大人の教育のにジェネラルな教育についての考えとして、大人のやるべき、親のやるべきことというのは、僕は機会の提供だと思っています。この 4v4 に限らず、僕は幼少の頃はマルチスポーツをした方がいいと思っている考え方です。まずなんでサッカーだけじゃなくて他のスポーツにも触れてほしいですし、いろんな、運動神経を小さい頃に育んでほしいなっていうのが、考えます。この 4v4 については僕らのフィロソフィーをいわゆる何度もチャレンジできるという考え方を理解していただきたく、そこに何度も負けて終わりじゃなくてもう一回チャレンジするような、サポートを、まあ、僕たち運営側と親一体となって、負けず嫌いな、いい意味での負けず嫌いな、子どもたちを、教育していけたら嬉しいなというふうには思っています。 4v4 エキシションマッチを開催いたします。本田さん、この後準備をよろしくお願いいたします。はい、最初上でいきます。左から4対3だ。確実に4対3。